おはようございます。こんにちは。そしてこんばんは。ラジオハイライト。はい、始まりました。ラジオハイライト20回目です。20回目か。はい、うん、あっという間に20回目に行きましたけど、うん、本当なんすかね頑張ってますね8の8分間だって頑張ってますよ。いやー、ほんとそうっすね。8の8分間、この前、つい昨日ですね。うんうん。配信した。あ、これ収録が、19日なんで、昨日、8の日、つく日だったので、公開させてもらいましたが。うん、いやー、あれですね。たくさんの方に見ていただいた感じですね。ね。なんか、俺初めて、なんていうの？動画、いわゆる YouTube 上で、はい。一人で出るっていうのが初めてで。はい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 。だからすげえ緊張した。なんかあれ見るとさ、見返してみても、はい。緊張してる風ないけど、はいはい。めちゃめちゃ緊張してる。いやでも、緊張しますよね。する。しかも、ハチさんの場合、どういう映像になってきて仕上がるかが分かんないわけじゃないですか。うんうん、だからどうやって喋ったらいいんだろうとかってすげえ、うん、大変だろうなって、その編集は自分でやらないっていう状態で撮らなきゃいけないって、うわきつそうって思いますね。私の場合あれなんですよ。喋るときに喋って失敗しても自分でカットすればいいやって思うのであれですけど、多分ハチさんは1本丸々失敗しないように8分間撮ってくれたんだなって思いました。そうだよ。だからカットするとこなかったんで、あ、楽だ編集がと思って。あとはなんかね、より伝わりやすくとかさ、はい、言葉の使い選び方とかですよね、っていうところはやってて勉強になるし、はい、それこそこう思い出すのが、はい、アグレス、はい、飛行共同軍にいた時、はい、確かにこんな感じだったなみたいな、共同してる時にこう言った方が伝わりやすいとかですか。うん、だから共同体ってさ、アグレスさんの存在って、はい、もちろんフライトに関しては長けてなきゃいけなくて、はい、負けてはいけないところでは負けない、はい、で示すところで示す。これは勝つっていう意味じゃなくて、はい、教えるために示すときに示す行動と、はい、結果を残さなきゃいけない。はい、でそれで上空でそれを、その出来事として起きたものを持ち帰って、はい、それを言葉で表して表現をして、例えば練習生に対して、印象をつけなきゃいけない。はい、その時に、起こりうるのが、はい、この、なんて言うんだろうな、例えば練習生とアグレスって言ったら、練習生はもうすごい目上の人に感じてしまって、はい、いうことすべてが、こう、うんうんになりがち。はい、例えば理解できてなくても、うんって言っちゃうことって多々あると思うんだよね。はい、ありますね。逆に、それってどういうことですかってなかなか聞けなかったり、はい、それはその場の雰囲気というより、もう人の、この、なんて言うんだろうな。はい、なんていうか上下じゃないですけど、そう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 、その経験の差というか、そう、立場の差ですよ。そうそうそう、がゆえにこう気をつけなきゃいけないのは、相手が本当に伝わってるの、相手に対して伝わってるのかどうかっていうのと、はい、そもそもレベルを意識した話をしなきゃいけないし、あ、その相手に聞き手に合わせたレベルにってことですね。そうそう、これを言っても伝わらないかったら言っても意味がないじゃん。はいはい、だからこうね、それこそ前コミュニティの人からさ、はい、ヤブさん、話し上手は聞き上手っていう、まあまさにその通りで、相手のことを知るために聞かなきゃ分かんないし、はい、で質問を投げて返ってくる言葉から、はい、まあ、この人はこれが分かってて分かってない、分かってる人に対して、分かってるものに対して教育をする場合は、このやり方が間違ってるのか、はい、ね、合ってたとしてもその使い方が正しくないとかさ、はい、ここの指導をしなきゃいけないけど、
こっち側の分かってない場合は、はい、そもそも分かった前提で話をしててもこっちは伝わらないじゃん。はい、そこは知識をつけるところから話をしなきゃいけない。そもそもここを起こり得た原因が、そのなんていうの、正しい問題の解決の、はい、理由になってないと、その議論だったり伝えるっていうのが、まあ、最初から意味がなくなっちゃう。そう、意味をなさないっていう、はい、っていうところで、そういえばいろいろ考えてたなと思って、あの夏の、はい、で分かんないじゃん。はい、で不特定多数に一方通行で話をするから、うん、そうですね、そう、どういうふうに話をしていいかなってやっぱりすごく悩んだし、でも逆にそれで出して、はい、まあ、コメントとかさいっぱいもらって、はい、あ、間違ってなかったなっていうある一方で、はい、あ、もっとこういうふうにしたいなっていうところが出てきたかなって感じかな。あ、そうですね。でもあのコメントの方もなんかいつもより結構いっぱいこうコメント入れていただいてたりして、うん、あ、でもコメント見てる限りだとなんかすごく伝えたいことが伝わってるのかなっていう気はしますね。ちょっとほっとしますよね。もともと俺頭良くないからさ、いやいやだって高卒でさ、ゴリゴリ偏った知識をつけて、はい、ね、偏ったっていうかさ、まあ、難しいことある一定の伝統、そう、いわゆるもう匠の世界とか職人の世界と同じような感じで知識をつけて、はい、でそれに従事してたからさ、はい、なんかね、こう難しいなと。いや、そうですね。いや、でも私はすげえほっとしてます。あの前のラジオハイレートでも言いましたけど、これあんまり評判良くなかったら、あの前回の1回で打ち切りになるところだったあ、打ち切らずに済んだと思って。俺打ち切られたらさ、はい、8の8分間打ち切りですって。ね、もう立場ないし。すいませんって。いや、でも、はい、めげずにやるけどね、俺。もう一回チャンスをくださいっつって。もう一回お願いします。そうですね。いや、でも本当にコメントとかもいっぱいもらってですね。でこれ。どうやってこの質問とかコメントとか答えていこうかなっていうのは、ちょっと今ハチさんと相談しながらっていうところなんですけども、ひとまずですね、あの結構こういっぱいいただいたので、で次回のそのハチの8分間も作っていくっていうのもあって、なかなかこの質問をすぐにパーンって反映できるか分かんないんですけど、今日のうちに内容にこう内容によっては、はい、あ、トピックにして、あ、そうですね、で話をしていこうかなと思う。あ、そうですね。それで1本その8分間シリーズの中でお答えしていくっていうのもありですね。なんかそれぐらい8分ぐらい必要だったら本当にそうしたいですね。そうそう。でジャブとさ、このラジオハイレートの中で、はい、2人で話をして2人で回答した方がいいような内容とかは、はい、そういう この場を借りてっていうか、はい、使って返信していってもいいかなと。そうですね。で、なんかもうコメントに対してコメントで返してもいいしね。あ、それもちょっと考えてます。全部動画としてとか言葉として配信で答えできないところは、あの随時あのコメントのこのチャットじゃなくて YouTube のコメントの返信でやっていったりしたいなと思ってますんで、そうですね。そんな感じでお願いします。送信しますか。あ、すいません、 Siri が反応しちゃったんですけど、はい、すいません、そういうのもあり、そう、もうこれもこのまま流すんで。でですね、じゃあまず8の8分間できたご質問ですね、コメントの中からピックアップしていきたいと思います。ミノルン J さんからですね。そういえば航空学生受かってました。目指すは F2 です。あわよくばテストパイロットになって F3 にも…やっぱりテストパイロットの世界は厳しいですかね、というふうにコメント来てます。あ、まずはおめでとうございます。おめでとうございます。航空学生、3月からですかね、3月の末ぐらいから、豊富北の方に行くのかなと思うんですけど、頑張ってほしいです。でまた F2 目指すというところで、あの本当に
いろいろ大変なこととかもあると思いますけど、 F2 もすごい魅力のある飛行機なので、ぜひそこを目指してですね、希望をずっと F2 希望ですって言い続けていけばいけると思いますんで、うん、ぜひそこを目指して頑張ってほしいなと思います。で、質問のやっぱりテストパイロットの世界は厳しいんですかねということなんですけど、どうですかね。あ、なんて言うんだろう、難しいか難しくないかって言ったら、はい、そもそも戦闘機パイロットになることは難しいと思う、はい、自分たちやってたからその偉そうにっていうあれじゃなくて、はい、そもそも存在する数とかさ、はい、パイロットの数とか、それこそ8分間で話したけど倍率とか見るとなるのが難しい。でなってその先どこに行くかっていうのは、そもそも戦闘機に乗ることができたら、はい、この先また道が開けるじゃん。そうですね、いろんなところに道が開けて、例えば F2 に乗りましたって言った後に、はい、そこからテストパイロットを目指すこともできるし、はい、そこからアグレッサーを目指すこともできるし、はたまたブルーインパルスを目指すこともできます、はい、だから難しいか難しくないかって言ったら、そもそもが難しい。はい、パイロット、戦闘機パイロットになるっていうところが、まず、そこまで頑張れたら、難しいのをクリアしているってことですかね。だからそこで第一段階を現時点でクリアしてるから、はい。この先は、さらに目指す、今は F2 に乗りたいっていう目指すものがあって、はい。それが変わったとしてもよ、常に目指すもの、目的と目標を持って、はい。そこに進みながら、努力をしていけば、俺は叶うと思う。そうですね。いや、本当にそうだと思います。っていうか、うん、戦闘機に乗るところまで行ける努力ができれば、うん、それ以降も、その同じように、その今までは例えば F2 に乗りたいって、そこを目指して頑張ってた努力の方向が、うん、まあ、そこは達成されたら、次はじゃあ、テストパイロットに行きたいっていう目標に向かって、あとはまた同じように努力するだけ、うん、なので、なろうと強く思って努力をしていればなれると思います、ね、だからもしそれでさ、もちろん数とかさ、はい、期限っていうのがあるから、はい、まあ、でも目指してなれるものじゃない、はい、で例えばテストパイロットになれなかったとしても、そこの目指すものに対してアプローチをする、このプロセスが違うところに役立つ、絶対役立つじゃん。はい、そうですね。だからそのじゃあテストパイロットを目指して結果的にそこにたどり着けませんでした、でそれが無駄な時間だったかっつったら、はい、今だから俺は言えるけど、そんなことは絶対ないのかなって思うんですね。そうですね、まあ最後まで諦めずですね、まあもちろん今テストパイロットに乗りたなりたいって考えてるかもしれないけど、その世界に入った時にまたいろんな選択肢が見えてくるので、その時にこう方向転換するのは全然いいと思うんですけど、とりあえず今はなりたいと思ってるテストパイロットに向かって頑張ってほしいなと思います、まあ、まずは航空学生の2年間頑張ってください。頑張ってください。頑張ってくださいということで、次ですね、時間は大丈夫かなと。これは本名なのかな、言わない方がいいのかな。あ、でもコメント出てるんでいいですね。中尾さんから来てます。動画ありがとうございます。自分は、今高校1年生で航空学生を目指してますという子からですね、来てます。で、自分が航空学生を受験する年はトップガンの公開の2年後なので、志願者が増えて倍率が上がりそうで、とても不安ですと。まあ、これからも動画投稿楽しみに待ってます。どんどん情報発信よろしくお願いしますということで来てるんですけど、航空学生目指してるということで。まずは、はい、頑張ってというか、いろいろですね、情報が出てくる、いるし、出てくるとも思うので、いろいろ調べながらですね、目指してほしいなと思いますが、トップガン。志願者は増えるだろうね。絶対増えると思いますね。はい、ちなみに私もトップガンだったんで。あ、そう。トップガン見てかっこいいと思ったんで。トップガン、いつの映画か知ってる？あれ、私が生まれるちょっと前なんで、
1985年とかそんなもんですかね。うん、そうそう、1986年の映画。あ、6年なんですね。あれ今見てもさ、はい、かっこいいっていうか、かっこいい、かっこいいですよ。なんかその戦闘機を、はい、戦闘機パイロットなり戦闘機を描いた映画の中でやっぱりベストオブベストっていうか。そうですね。ね、めちゃめちゃかっこよく描かれてますね。いや、それってやっぱり志願者が増える動機だったり、はい、だからトップガン2が出た時に志願者も、もちろん増えるでしょうと。そうですね。それが他の例で言ったらさ、あれ、海猿？あ、海猿で海保ですね。海保、潜水士。はい。当時、あの、俺一回さ、2011年にテレビ出たって言ったじゃん。ジョブチューン、うん。TBS のジョブチューンに出た時に、一緒にね、まあ、はい、ゲストって。潜水士の方がいたの。はい。まあ人気すごかったもの。やっぱあれですよね。その映画というかあの作品の波をもろに受けて、うん、戦闘機パイロットかすむみたいな。うん、そう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 。ハチかすんでるみたいな。かすむ、かすむ俺。いやでも本当にそうやってこういう映画とか作品によってやっぱ人気は変わるでしょうね。倍率も確実に上がると思いますね。上がると思う。はあ、まあ、それは喜ばしい反面、受験する方からするとライバルが増える。そうですね。あ、そう、どれだけ倍率が高くなったとしても、まあその受けた人の上位70人ぐらいに入っていれば合格なので、まずは、まあ、そこに入ることを目指して頑張っていただければ、その倍率とか気にせずですね、なりたいんだったら、ね、もうとにかくそこにコミットして頑張ってもらえれば多分なれると思う。で、俺らもね、サポートできるところは、そうですね、コミュニティもやってるし、はい、ぜひぜひコミュニティの方でも、今年というか2021年度に入隊というか合格の子たちも、20年度ね。あ、20年度合格ですね。の子たちも、いますので、ぜひいろいろ情報交換とかもしていただけるかなと思うんで、うん、まあもちろん私たちにこう聞いていただいてもいいですし、というようなコミュニティもやってるので、ぜひぜひお願いします。ということですね。ということで、なんか他にもぼちぼち、いっぱいコメントいただいてるんですが、これはなんか今後どうやってこう答えていくかっていうのは、うん、ちょっと考えていきましょう。オッケーですね。で、前回のですね、ラジオハイレート19回目の方にも結構、コメントいただいてるので、そっちもピックアップしていきましょう。今日はラジオハイレートなので。うん。はい。ということで、いただいてるのが、ですね、ひよこさんからいただいてます。徹夜勤務ってよく、あるものなのでしょうか。深夜でもアラートで飛んでいると聞きますので、ということですね。勤務自体はね、どうだろう、月に 3、4回。そうですね、泊まり多い人で5回とか。あ、そうです、そうです。勤務にアラート勤務につきやすい時期とかあるじゃないですか、うんうん、それによってだいぶ違いますよね。その時の立場というか、その飛行隊でのポジション。そうだね。そうだね。はい。なので、めっちゃつく人って、なんか、あの人、あいつまた、アラート行ってるな、みたいなのとかもあるし、逆にこう、連戦してる人たちは、その時期は、その勤務少なくなったりとかっていう、いろんな調整が入りますね。うん。なので、まあ、平均したら、それこそ、本当月4回とかぐらいですかね。それぐらいじゃないかな。はい。であと、深夜でもアラート飛んでると聞きますので、まあそうですね、待機は24時間待機なので、もちろん夜に来たら夜に上がりますし、っていう感じだと思いますね。はい。ということで、今日のラジオハイレートいい時間になってきたんですけど、最後お知らせを、させていただきたいなと思うんですけども、今はですね、ファイターフォトコンテストと、いうことで、ハイレートでフォトコンテストを開催してます。今回に関しては、28日までが応募期間なんですけども、2月の28日までですね、応募期間なんですけども、戦闘機の写真
今回はですね、戦闘機の写真っていうのをテーマで、募集してます。まだまだですね、全然少ないんですよ。うん、もっと応募していただきたいなと思ってますので、詳細欄の方にですね、フォトコンの応募ページとかギャラリーページとか貼っておくので、ぜひ、今持ってる皆さんのフォルダーの中とかですね、SD カードの中とか、戦闘機の写真を漁ってですね、これだというものをぜひご応募いただきたいなと思います。あとはね、賞、対象、はい、含め、店頭、いや、店頭っていうか、その、羽田空港の。はい、羽田空港店の方に。店に、こう、掲載しようかなとも思ってるし。はい。ぜひ、ね、作品をですね。受賞者には新しいワッペンの、ちょっと、はい、ゴールド版？ゴールド版。プレゼントさせていただきたいと思っているので、応募方法とかそのリンクは、はい、詳細欄に貼っておきます。ぜひぜひですね、ご応募くださいということで最後お知らせでした。もし間に合えば、もしかしたらその審査員とか、はい、いけるかなっていうのもあるしね。はい、まだここから言えないですけど、その審査とかもですね、間に合えば、うん、間に合えば、はいっていう感じで、なんかいろいろとですね準備してますので、でこの受賞、表彰ですね、表彰自体は、3月6日土曜日ですね、土曜日に、ライブ配信でですね、全部の写真を紹介しつつ、その中で表彰式を行いたいと思いますので、よろしくお願いしますと。いうところで今日はこれで終了したいと思います。ラジオハイライト、また見てね、バイバーイ。